対局開始。お願いします。うーん、お願いします。袖飛車、はい、ということで矢倉系かな、割と。うん、ちょっとわかんないね、まだね。まあ、矢倉系だな。ということでね、まあ、飛車、浮き飛車にして、まあ、どっちかっていうとね、左身の長球戦みたいな形で攻めていきます。これ、7六早く突きたいんですけど、一旦こうやって飛車の歩交換させてから7六歩突きたいなと思ってたので。7六歩かな、ここで。でも3四銀狙ってきそうだと思ったけど違うね。5四銀で攻めの体勢を整えていきます。でもこれ3三桂もあるかな。ただもうこの瞬間4五歩成立するような気もするけど。より良さ求めていく3五歩同歩同桂4四銀。まあでも角いるからね。4四銀。角は切れないんだけど。まあ、飛車にいなくなってからのがいいか。この桂馬跳ねると結構負けるんですけど。で、4五、6五桂に6四歩、4五歩。うん、歩ついてからかな。6五桂跳ねて、これ6四歩は4五歩入れた効果でいいのかな。この銀の上がりがちょっとわかんないですね。例えば6二銀だと、7一角の筋消えてるんですけど、この格好7一角の筋が結構生じやすいので、あと棒銀に行くにはちょっと遅い気がしますね。なんとなくですけど。うん。で、まあ、これで、6四歩が無駄にできてるので、いいかなと思います。慎重にね。これで5三桂ないで取られそうな桂馬をなることができました。で、まあ、角がいまして壁系ですね。で、今なんか金でこの桂馬払うような手もあるかなと思いましたけど、こういう手かな。単に4二歩もあったような気がしましたけど。次4二銀、同金同歩ないと。金残しか。角と飛車を足すと負けるから難しいですね。次の4二銀が受けづらいんじゃないかな。うん、なのでこの瞬間にってことですけど、まあ王手が入るのでここでバラして最後に飛車残しプランか。そうすれば飛車走れるよねっていうこと。あ、違う、飛車は4五銀をケアする意味で飛車走るのかなと思ったんですけど、
まあ、7一角が未だに生じそうなので全然引いても何しても多分大丈夫な気がします。5五角ケアする意味では5六飛車ですか。この飛車は別にもうあの裁くつもりないので渡していいかなって思ってます。で飛車の横利きが最終的にあのきついので相手の8人の飛車ですね。7一角とかで4四角成みたいな手を見せてあのやっぱ受け潰したいんですけど、なんか受けまくってたらちょっと失敗したんで、今日は比較的最短で勝ちに行きたいなって思ってます。比較的ですね。そんなにすごく最短の勝ちを目指すわけじゃないですけど、ちょっとこの前の教訓を踏まえてね、安全だけどなんかねえうん、ああいう巻き方はしないようにしていきたい。もちろん安全には勝つんですよ。安全に勝つのが自分の棋風なので安全に勝ちに行きますけど、けどね、けどけど、うん、まあ、5三角等がねいろいろ見えますけど、詰みがあってもおかしくない。詰みがあったら詰ましに行くとか、なんかそういう将棋あの感じじゃないんですけどね。ちょっと本当は詰みがあったら詰ませよって話だけどね。まあ4三歩ぐらいで勝ちかなと思いますけど、まああの6四角6三角か6三角も魅力的ですね。まあ、これが一番いいかな。あ、多分なんか4二金打って詰むような筋も全然あると思うんだけど、ね、これが一番安全かな、ね、ありがとうございます。さすがの切れ味じゃ。ここまでだよね。ここぐらいの安全の指し方だよな。うん、この前のひどかったありがとうございました。こういう将棋が指せるように頑張れたらなと思います。ありがとうございました。